サーキットごとに送る新企画、初めてでも安心スポーツランドスゴー活用の手引きプラス佐々木正弘の新コース攻略ガイド。スポーツランドスゴーの尾形と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、スポーツランドスゴーに走行に来ていただいた時、どうすればいいかということでね、特に初心者の方向けですかねにちょっとご説明をさせていただきたいと思います。スゴーの方はホームページにもコース予定表を掲載しておりますが、レーシングコースの走行スケジュールというのがあります。でナンバー付きのですね、走行枠に関しては 4C という枠がナンバー付きの4輪の、走行枠になります。で今予約等は取っておりませんので、コーススケジュール表を確認していただいて、走行が行われる当日に、そのままスゴーに直接お越しいただく形になっております。で今はですね、平日と祝日含めてスゴーの正面ゲートからの入場になっておりまして、最初の走行開始の1時間半から2時間前ですかね、ゲートオープンの時間になります。ちょうどここレーシングコースのパドック入り口なんですけども、こちらの方まで園内を気をつけて上がってきてください。でパドック内に入りましたらですね、パドック入り口で、ちょっとあそこに見えますかね、三角のちょっと看板を、そこで当日使える、ピットのご案内等をしております。そこを確認していただいて、空いているピットに関してはご利用いただいて構いませんので、ピットが空いている場合はピットをお使いください。もしピットが埋まってしまっている場合はですね、この広いパドック内、駐車枠、西も東もあるんですけども、その駐車枠を利用していただいて、車両整備場所、として確保していただければと思います。で、車をですね置く場所決まりましたら、走行の受付に関しては見えますかね、あの4階建ての建物、コントロールタワーになりますけども、そのタワーの1階が、走行受付の事務局になりますので、そこの事務局にて走行券をお買い求めいただく形となります。ただ初めてスゴーを走られる方はですね、簡単に、コースの説明、コースインアウトですとか、コースインゲートの位置、ガソリンの購入方法などを必ずご説明いたしますので、一度横のですね扉から中に事務所の方に入っていただいて、カウンター越しにスタッフの方にお申し出いただいて、コースインコースアウトの手順等の説明を必ず受けてください。走行券の方は各走行時間の30分前から各走行枠の販売をいたします。で走行に来てですね、車にガソリンを入れたいという時もパドック内にガソリンスタンドが後ろにあるんですけども、事前購入制になってます。必要数量をタワー1階のスタッフにお申し付けいただいて、給油券を持ってスタンドに行ってスタンドで実際に給油をしてもらうと、実際自分の走行時間が近づきましたと言ったらですね、ちょうどこちら側、30番ピット脇にコースインという、ゲートとして使っている場所があります。ここがコースインゲートになります。で、走行券購入していただいた走行券、こうちぎって持てる、走行券部分があるんですけども、時間が書いてある部分を持ってきていただいて、ここでスタッフにその走行券を渡して、ここからピットレーンに入っていただくという流れで、コースインの手順になります。で、時間に合わせてコースオープンしますので、ここで、走行チケットを係に渡したらピットレーンに入って、ピットロードエンドの信号機の手前の白線で、あとはコースオープンを待つと。信号の合図は、赤からグリーンに変わります。コースオープンの合図なので、先頭の車両から順にコースインをしていく形の流れになります。でちょっと今年ですね、新しくコースの合流が3コーナーのアウト側になりました。2コーナーのイン側を通ってずっと右側のガードレール沿いを走ってきます。で最後に3コーナーの立ち上がりのラインに乗るような形でラインをトレースして本コースへ合流します。ただここでの注意点ですけども、必ず本コース車両の確認が必要です。で本コース車両が優先です。ピットから出ようとする車両はしっかりと本コース上の車両を確認していただいて、十分にタイミングを取ってですね、本コース車両に支障がないようにコースインをしてください。場合によってはちょうど合流付近の手前で1回止まってでも結構です。本コース車両とタイミングがぴったり合ってしまうような時は、本コース車両を先にやり過ごしてから自分がコースインをしていただくようにお願いいたします。
今度はですねチェッカー後、またはまあそれ以外のトラブル等を含めてですけども、ピットに入ってきた時の対応ですね。ちょうど本コース走っていただいてて、ちょうどダンロップブリッジの下、進行方向右側が、スゴーはピットレーンの入り口になります。でピットレーンに入ってきましたら途中で分岐している形になります。でピットレーンはですね作業レーンが建物側、走行レーンがコース側のまず2レーンありまして、ちょうどここの部分は、パドック側に車両を出すための通路として使う場所です。走行中の車両のトラブル、作業エリアで作業する場合は、ピットに入ってきてですねそのまままっすぐ走行レーンを走っていただいて自分たちの車両整備場所の前の作業エリアまで行っていただいて構いません。チェッカー後、走行終了の合図の後ですねはピットレーンに入ってきていただいたら、ちょうどここの分岐で、パドック側に、ステアリングを切っていただいて、でここ車検場なんですけども、車検場の脇を通って、パドックの方に出ていただくと。でパドック内を通ってそれぞれ自分が使っている、ピットなり車両待機場所の方に、戻っていただくと。でパドックに入ったらですねパドック内あちこちでお客様がこう移動している可能性十分、ありますので、速度の方は十分落としていただいて安全に、パドック内を移動していただければと思います。スゴーが主催で時間を作って行っている走行会もいろいろあります。スゴーではハウマッチ走行会と、呼んでいる走行会があります。まあ、ホームページとか、見ていただくと内容わかると思うんですけども、簡単に言うといわゆる量り売り走行会です。要は走った分だけ、走った周回数の分だけ、走行料をお支払いいただいて、お帰りいただくと。ですから 2,3 周走って精算でももちろん構いませんし、時間は1日のうちでお昼挟んで午前午後っていう取り方もしますので、丸々1日走ってですね中には70周80周、走られる方もいらっしゃいます。で結構ですね人気がありまして、土日の開催の時は、100台を超える台数のお客様に来ていただくこともあったりしてですね、その辺の走行会をぜひ利用していただくと、スゴーの、コースをですね存分に楽しんでいただけるかと思います。であとは、ちょっと模擬レース的なテイストを入れたサーキットゲーム、それと耐久レースですね、耐久レースのテイストを入れた、体感180ミニッツというようなイベントもスゴーでは開催しております。それと、軽自動車だけのスプリントレース的なイベントで東北660選手権というのも開催しておりますので、その辺も含めてですねスゴーのホームページで、情報の方は確認していただけますから。それと今年からですね、今こうやってお話しさせていただいておりますけども、レムスピード走行会も、スゴーも積極的に開催していきたいと思っております。ここからは新コースの走り方。それではですね、新生スゴー、新しくなったスゴーなんですけれども、これを解説していきたいと思います。まずはパッと見どうですか。ピットロードかなり広くなったと思います。これでですね走行会の皆さんや、もちろんレースの僕たちがする時も安全性という意味でねかなり、ピットがね混雑しないので良くなったかなと思います。あとねもう一つ、このピットロード昔走った方はご存知なんですけれども、このピットロードの、ね、出方がだいぶ変わりました。で信号がついてるのでしっかり信号を見て後ろを見てですね、まずはトラック上の安全を確認してコースインをする。それで、コース自体はねそんなに変わってないんですよ。そんなに変わってないというかね、別に、コースの R が変わったとかそういうのは一切ありません。ただ、1コーナーとかね、のラインがちょっとだけねアウトから行けるようになりました。なので多少本当にちょっとだけラインが変わったのかなと思います。ただねそれに関してもそんなにね得するところはないと思います。であとはこの最終コーナーですよね。最終コーナーちょっとこう恐怖だったと思うんですけど、今まではこうご覧の通りかなりね外側アスファルトが広がってます。なので例えば何かあった時にアスファルトの区間が多いので、そこで車を止めることがねできるのかなと思います。それと
このホームストレート、ここは進路面です。なのでしっかりブレーキ効く。あとこれちょっとね、アウト側から、本当従来よりちょっとアウト側から入れるようになりました。で外側、ここでアスファルト切り替わるんで路面ビューが変わります。 ND ロードスター、これのちょっと攻略法をやってみたいなと思います。ちょっとねまだねタイヤがそんなに温まってないんで、ちゃんとしたタイムが出るかどうかわからないんですが、まずはですね、スゴーなんですけれども、基本的にストップ&ゴーのコースではないんで、意外にねこう車速を上げながらコーナー曲がらなきゃいけないんですけど、ただそれに対してもちゃんとね縦横をうまく使ってトラクション重視で走りましょう。でここら辺はアクセルオフだけで曲がれちゃうんですけど、リアタイヤがねちょっと温まってないのかな。で4に入れてノンブレーキでターンインして3ですね、3にして3で曲がります。で3で曲がった方が回転数がちょっと高いです。4000、7200でこのダンロップ看板下で5800。僕はこういうところをね、注意して走ってます。でここは本来は小さく回るんですけど、3コーナーをね全開で曲がりたいのでこういうアプローチの仕方になっちゃうんですけど、ケツ出たな。ちょっと行き過ぎてるな。あとねリアタイヤがねそんなに温まりが今良くない感じですよね。内圧がねあんまり高くないと温まりも良くないので、その初期のね温まりが良ければ、良くしたいのであればちょっと高めにスタートすると、初期からねグリップがいいと思います。何となくタイヤ来始めましたね。何となくタイヤ来始めた。うん、だいぶ来てる来てる。うん、来てるね。さっきより全然グリップしてます。こっからちょっとアタックしてみたいと思います。これ大井さんですね、ちょっとスリップ使って。早いな、俺の方が体重軽いはずなんだよな。さっきは全開で行くとケツが出たんだけど今は出ないね。さっきのハイポイントレインボーも、僕はアクセルを手前から抜いてブレーキを踏まないように走ってます。ここが2速かどうか微妙だな。でちょい抜き、これはほぼ全開ですね。でここもちょい抜き、頭が入ったら全開。ちょっとね振られた、突っ込みすぎたな、ロスってるね。
この最終コーナーって行けそうでね、行っちゃうと今みたいにオーバーステアになってタイムロスしちゃう。今ので200回転ぐらい低いんでちょっとロスしてますね。なんとなくこうイメージより、減速しながら入っていくとタイムが出るかなと思います。ハイパワー重量級車両の参考にということでスクリーンのスープラ SZR でもコースイン。2リッターのスープラです。 SZR これでちょっとすぐアタックしてみたいと思います。スポーツランドスゴー、ライセンスの取得方法や各種走行に関する情報は公式ホームページを見てほしい。